皆さんこんこにちは2005年度、関大サッカー部主将を務めました、亀渕と申します。大変だったこととしましては、えー、自分が大学に入った頃は、えー、まだ部員が少なかったんですけども、まあ、4回生になった頃には、もう部員が100名を超えていて、えーまあ、その中で4回生が10名ほどしか。 おらず、まあ、その四回戦もいろんなカテゴリーに所属しているということもある。中で、えー、まあチームとしては日本一を掲げてやっていくと。でその中で、まあえー、そのカテゴリーの中には、違う方向を向いて、えー、取り組んでいる選手もいたので、まあ、それを一つにまとめるというのが非常に難しかったかなと思います。でまあ、そういう問題にぶち当たった時に、四、えー、回戦の幹部を中心に、えー、ミーティングを重ねながら、えー、まあ全体でもミーティングをして。 でまあ、最終的には、えー、いい方向に持っていけたなという印象はありますラウンドで練習をする他、えー、競技の選手であったり、まあ、トレーナーだったり、えーまあ、いろんな方々と情報交換ができ、えーまあ、自分が選手として、えー、レベルアップするためにはどのようにすればいいのかとか、えー、体のケアの方法など、えー聞けるまあ、すぐに聞ける環境があって。 なので、えー、まあ非常に充実していたように思います。あとキャンパスライフに関しても、えー、まあさまざまな、えー、考えを持たれた方と、えー、接することができるので、えー、まあ本当にサッカーだけでなくて人間として成長できる、えー、4年間だったかなと思います。えー、思い出に残っている試合は4回生の、えー、頃の総理大臣杯です。 まあ結果としては優勝することができたんですけどもえ夏の連戦の中えーまあ関東の強豪大学とえ試合を重ねてえまあ最終的には優勝とえまさに全員サッカーでえー勝ち取った優勝だったと思います特に決勝の早稲田大学との試合ではえまあ当時え数多くのタレントを揃えていた早稲田大学だったんですけどもえまあ本当に技術であったり戦術といったものをまあ超越して えーまあ、本当に試合に出てる選手だけじゃなくてベンチにいる選手であったり、えーまあ、スタンドで応援してくれてる、えー、多くの関係者の、えー、方々の気持ちを全て、えーまあ、選手が表現して全員で勝ち取った、えー、優勝だったかなと思いますで、まあ、自分の人生のサッカー人生の中でも最も印象に残る試合になったかなとは思います最後に現役生に向けてですが 大学生活は本当に自分次第で時間を本当に有意義に使えると思います特に寛大はサッカーだけではなくていろんな分野に精通された方が多くいらっしゃると思いますのでサッカーをいろんな視点から捉えて自分の選手としてのレベルアップにつなげていってもらえればなと思っていますまた大サッカー部が全国で 活躍している姿を見られることを楽しみにしていますのでぜひ全員サッカーで皆さん頑張ってください応援しています次の主将は2004年度関大サッカー部主将の生田隆二さんですよろしくお願いします